三遊亭窓角雅彦、1899年1月11日から1976年1月17日は、日本の落語家、長歌林。三遊派に属する。活動時期の詳細は不詳であるが、大正から昭和中期にかけて活動した。師匠は三代目三遊亭昭円朝、弟,弟弟子には三代目三遊亭窓角介、六代目。 三遊亭窓か立花のらがいる。順序は不明であるが、三遊亭窓かごまの他にも七代目立花や昭円、ふとし、円竜と名乗っていたこともある。後に、落語家から、後の長歌林に転校し、もちづふとし七を経て、もち春宝となったとされる。五代目古今亭、新昭、二代目快楽亭ブラックと同様に、改名回数が非常に多い。 一般的に知られている編歴を記載すると、最初は1916年もしくは1917年頃に入門し、立花や昭之助といい、柴吉美、歌吉美、大正半ば頃に、三遊亭家のタスク、1919年に、三遊亭右近、三代目、三遊亭窓家有門家で月の家月松、縁が、1921年頃に、月の家 家境、1924年に、三遊亭小伝優、立花野野小園、とし、園流、1925年頃に二代目、カツ古文字門下で、カツラ小、奥義治む、1930年、31年頃に、三遊亭窓かごまに改名。1976年1月に死去しているが、死因は、不明、77歳胞打つ。 大御神楽の兄弟コンビエビーチ染之助、染太郎は、実の息子、テレビ東京の村井正信キャスターは孫にあたる。ありがとうございます。